これであっさり始まりますからね、はい、始まってますよ。見に来てくれる人いるかな、ちょっと待ちましょう。うん、これでこれ触れられないっていうのが怖いですね。あ、来た来た、あ、来てます。おこれでもう始まってます。おすごい今ですけど123人の方、144人になりました。で、どん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 見てきてくれてます。こうなってるんですね。そう、初めて見ました。インスタグラムすごいですよね、今この時代。去年なんかあのハロウィンの時に江川さんに捕まって、そう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 、トラつけた時以来です。でも当時はこういう風なやり方じゃなかったので。あ、そうなんですか。そうそう、画面はもう撮ってもらったんですよ。あ、なるほど。そうそうそう、撮ってもらってで、って来たんだ。怖い怖い。そう、そうボタン一つでこうやってね、皆さんにご覧いただけるっていう。素晴らしい。素晴らしいけど、すごい時代ですよ。です。やっぱ多い。皆さん番組まずはねご参加いただきありがとうございました。コーヒータイム担当しました2人で。コーヒータイム終わりまして、今2人のねあちらのスタジオでやってるんですけども、裏でですね今日はやっとですよ、やっとこれプレゼント渡したいと思います。すごいすごいよ。やっとですね、いつの話って感じで。そもそもはこのプレゼント au ペイマーケットさんの方で購入させていただいたんですよ。でまだ年越してなかったんです。多分年末です。12月です。12月で、で、あのこう1年の終わりにこう感謝の気持ちを込めて1年間すっごいお世話になったからということでこうね渡そうと思ってたんですよ。2月になりました。そう、2ヶ月ぐらいだった。もうなんかいろんな意味をじゃあ込められる。もうクリスマスもいけるし、1年 の, あ, のありがとうもいけますし、あの今年もよろしくお願いしますもいけますし、これとバレンタインもあったからもう何でもあり。ああ、もう全部のこう行事をここに詰めてこうプレゼントを渡すっていうことで、何か知ってますか？知らないですか？知らないです。知らないんですよね、うん、何か何か。あ、じゃあどうぞ。どうぞ。あ、ありがとうございます。軽いですよ。あ、本当だ、確かに。そう、でも私も選んだのは私ですけど、うん、どんな感じかわからないので、うん、気になる。でちゃんとラッピングもあの au ペイマーケットさん頼めるので、うん、ラッピング放送にしてもらったんですけど、うん、気になる。なんだろう、なんだろう、なんだろう。あ、すごい放送されてる、しっかり。あ、分かるんじゃないですか、この感じでもちょっと。アースボール。あ、そう、アースボール、つまり日本語にするとアースボール。日本語にする、地球の玉。あ、地球地球儀です。へえ。もう一個用意しようしなきゃいけないものがあるかもしれない、分かんない、うん、とりあえず見ましょう。そう、なんで地球儀やねんって思いますよね。いや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 、京都も密接に関係する。あ、そうです、そう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 。あ、本当だ。ということで、飛び出す地球儀、スマホをかざせば。そう、だからスマートフォンでかざすと、うんうんうん、いろんな情報がこの地球儀見ることできるんですよ。へえ、すごい、すごい、出しますね。ね、多分ね、お子さんとかにもプレゼントに、なんだろう、もう、これなんだろう、あ、これ台じゃないですか。はい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 。え、すごい、しっかり球体です、うん、軽い。あ、でも軽い。あ、すごいすごい。で、これただの地球儀じゃなくて、こうやってほら山口さんの見覚えがあるでしょう、うんうん、これ雲です。お、雲です。そう、雲も。なるほど、見られるっていう。地球儀って普通あの国境が書いてあって、あ、どの国がなのが、なのがこれは、うん、そう、国境とかよりもあとあれも書いてないじゃないですか、ここがスイスとか日本とか。お、確かに。じゃなくて山とか平地とか。お、あ、確かに。そういうことが分かるっていう。あ、どう。これはなんかこれであの遊べますよ、これ。遊べます、うん、なんで。え、これあ、作れる。いや、あの地球、うんうん、雲映ってんじゃないですか、はい、気象衛星ひまわり、うんうん、どこのあたりにあると思います？え、どういうこと？ここだったらどのあたりを飛んでるのか。今この出てってこと？そう。え、わかんない。 え、衛星は上空。そう、このあたり。地
球の中心から42,164キロ、42,164キロ、赤道上空35,786キロ、あれ赤道上空35,786キロ、さっきの4万は何の値ですか、まあ、地球中心から見たと。あ、中心からと。衛星っていうのは地球の中心をあの重心のこの、あの元にして回ってる、うんうん、なんで地球、え、そうなんですか、そうです、重心と、そうそう、だから地球の中心とこの、衛星のこの遠心力とか釣り合う、うんうん、だからそれが 42,164キロ、うんうん、で地球上空から、あ、地球の半径を引いて、あ、なるほど、赤道上空は 35,786キロのところにひまわり飛んでますと、飛んでますと、ということは、うん、ということは分かんない分かんない、全然どこに繋がるのか分かんないんですけど、地球の直径は 12,000キロぐらい、はい、大体、はい、35,786キロなんで、うん、36,000キロ、はいはい、なので、ね、この3倍分、あー、なるほど、そう、そうなんです、のところを衛星は飛んでる、ひまわりは飛んでるんです、なるほど、そう、じゃあ針金とかで、ね、衛星につけて、そうです、遊びますよ、丸く回せば、そう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 、できますね、だから結構遠いんです、遠いですね。だってこれがこれの3枚ですから、1,2,3 あります。そこまで遠くない。え、嘘、なんか感覚違うと言って。1,2,3 この辺です。あ、この辺か。何やってんだって話です。すみません。確かにこうだからこのくらいはあるってことですね。私たちがいる距離感くらいは衛星飛んでるところが。だから私と山口さんが今こうやってくるくる回れば、うん、くるくる回る距離のところにひまわりはいるんです。っていうことですね。ああ、なるほど。だからいつも見てる衛星はそれくらい遠くから撮った、うん、結構離れてるんです。やつってわけですよ。でしかももう一個いいですか、うん。地球ってこうじゃなくてこう傾いてるじゃないですか。そうです、だから出てくる衛星のその画像も本当はこうなってるんですよね。まあ、そうですね、そういうことです。赤道面から見た時に、ね、この上からそうです撮ってる。そうそうそう。これは、これ遊べるな。遊べます？よかった。うん、太陽を置いてね。あ、太陽も置いてね。置いて、あの、そう、地軸の傾きと季節の文化を見る。できる。できます。そう、でもスマートフォンでかざすと、それも全然やっていただきたいんですけど、おいおいおい、あの、いろいろ見られるんですよ。アプリをダウンロードしなきゃいけないんだ。そうだから、あ、スマホで、そう、スマートフォン持ってこようと思って忘れちゃったんで、私のこれスマートフォンがあの配信中なので走ってきますね。あの、喋っててください、突然のちょっと突然一人になっちゃいましたけれどもね、あの、なんか喋ってるということで、そうなんです、地球 の、 あの模型にするとですね、いろいろなことが距離的なところで見えてきたりですね、あの、さっき言った太陽をかざすと置けばね、極夜と白夜の話とかね、そういったところもできます、ね、見えるんです、うんうん、そういうふうなことに使えるなとよかったです、なんかあの喜んでくださって、いやいやいや、ね、もう本当ありがとうございます、よかった、これ URL がここに、 URL じゃないか、なんて言うんでしたっけ、うん、QR コードがついてるので、はいはいはい、これを読み取って、うん、アプリをダウンロードすると、うん、これをかざすと飛び出す地球を楽しもうってことで、うん、いろんなのが見られるんですよ、へえ、なんかね、見られる一覧これだと、この世界の遺産とか、 あと何が、何でも見られる、で衛星も見られるんですよ、うん、あ、実物を、え、そう、あ、なるほどね、そう、それが、あ、すごいと思って、うん、そう、え、これ中身は多分何も入ってない、何も入ってないはず、そのアプリで最新のやつを投影する、これってかざすと見られるっていう、不思議ですよね、すごいな、世の中、世の中、いや、そう、これすごい進化を感じて、ね、多分大人でもこう楽しいと思うんですけど、子供とかでもね、すごい楽しいんだろうなって思う、ね、アプリのダウンロード、これか、これか、でもこれ会社の携帯です、今ね、山口さんの携帯で、あ、やっときます、や、ね、うん、帰って楽しんでください、うん、これインストールできるのかな、知らないもんね、Apple ID 会社のやつ、会社の Apple ID 知らないんでできませんでした、そう、でもほら例えば今の地球1週間分も振り返ることができるんですよ、ここにデータ載ってるけど、うん、新しい、あ、ほら、雨、
雲、あーなるほど、ね、気温、今の地球の様子、今こっちは気温が低くて、オーストラリアはすごく暑いとか、夜になると逆にすごい日では暖かかったのに夜乱れるとか、だから昼夜問わずアプリかざせば楽しめるんですよ、気象データが。楽しくないですか？地球規模だから結構楽しいですね。そう地球規模で球体で確認できるので、うん、こうやってコロコロ回せばもっと見れるってことですよ。あとはあの世界の国旗ももちろん見れますし、すごい、ね、そう、あと朝ごはんも見れます。朝ごはん、そう、フランスの朝ごはんもこういうの食べてるとか。それはとある人 の, あのリアルなあれじゃないですよね。じゃないですね。そう、じゃない、ちゃんと見れます。そう、だから夜の地球とかいろいろ見れて、デコボコ地球だからこう山の斜面の感じとかもこうかざせば見られるんですよ。それ結構やっぱ気象とかと絡むんですよ。そうなんかね、こう 2D じゃなくて 3D で見られるっていうのがね、面白いと思ってこれを選びました。ぜひ最新技術、うん、ここに地球儀ってここまで進化してるんですよ。確かにね、あ、ごめんなさい、ずっと持ってません。ああ、いやいや大丈夫、横に。いやいやいや大丈夫です。すごい大切に抱えてます。ね、面白くないですか。へえってことで、そう、朝ごはんも見られるし、いろんな情報が本当見られますので、ぜひ楽しんでください。はい、高温多湿直射日光は気をつけてください。わかりました。もうあのこういった機械とかそういうやつの基本中の基本中の基本、はい、その辺はもう諦めておりますね。動作温度とかありますからね。あ、そうということで、ぜひぜひ、いやこれ私もね楽しそうだなと思って、うん、面白そうと思って、美味しかった、こんな感じでぜひ楽しんでください。ありがとうございます。よかったです、ね、成功ということでいいですかね。ぐっさん今日寝られないんじゃって書いてある。なんか本当ね、でも見始めたらなんかずっと見られそうですよ ね、まあ、ね、いやいや面白い、いや本当なんかうまくこれが機能してくれることになって、うん、すごい、こんなちゃんと回ってね。球体で、でも場所も取んないですしね、 ありがたいですよね。素敵、ぜひ地震計と雨量計の横に、うん、あ、置いときます。こうで、あの好きに工作していただいて構いませんし、楽しんでください。じゃあとりあえずひまわりの位置でもあの固定しておきます。あ、そうですね、ね、ちゃんと作ってね。ひまわりも作ってみたらどうですか。あの実践機能はしないけど、でもなんか模型かわいいじゃないですか。でちょっと紙粘土で、そうあの羽プロペラのところもちゃんとつけて。プロペラはついてないですね。プロペラじゃなくてなんか羽みたいな、太陽光パネル、太陽光パネルか。そうです。つけて楽しんでください。どうでしたか。良かったです。無事に渡せまして良かったです。皆さん、ああ誕生日もあったじゃないですか。多分これでもいけます。あ、です。いろんな意味を含めました。あ、なるほど。あれ、あの大島さん以外にはまだ誰も言ってない。言ってないですか。知らない。私しか知らない。そうなんです。誕生日ということで。自分実は忘れかけてます。いいです。忘れてください。忘れて大丈夫。はい。気になったらお母さんに確認します。お母さんには言いました。すいません、情報漏らしてます。個人情報、個人情報ちょっとずつ漏らしてるけど。ということでね、何のおめでとうかわかんないですけど、おめでとうございますってコメントも来てる。よかったよかったということで、タンクレでいいでしょうということでね、ぜひこれ王様にいたしよう。 ありがとうございます、頂戴いたします。よかったです、本当に無事。遅れちゃったけどだいぶ時間かかったんですけども、渡してよかったです。ありがとうございます。楽しんでください。渡してよかった、はい、ということでいいですかね。こんなもんでいいですか。皆さんありがとうございました、ご覧いただいてね、アーカイブ残します、ぜひ繰り返し見てください。今日見られなかった方、突然だったしね、ぜひ見てください。じゃあ最後バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。終わります。どこで切るんだ？これだ。